皆さんこんにちは、たつきです。僕はベトナムの LCC で客室乗務員をしています。今日は初めての投稿なんですけど、今日はせっかくちょっと久々に1ヶ月ぶりにハノイが晴れたので、外で撮ることに、外じゃないわ、すいません、ホテルのバルコニーに来て撮ることにしました。で、今日は初めての投稿なので、自分で考えた30個の質問を、ベトナムで働く LCC の客室乗務員として、僕に30個質問をこう自分で考えたので、ちょっと答えていこうと思います。よろしくお願いします。見てください。これがハノイの中心部の景色です。意外と都会ですよね。今日はもう1ヶ月ぶりぐらいにもうなんか快晴って感じなので本当に嬉しいです。そしたら1つ目の質問から答えていこうと思います。まず客室乗務員になったきっかけなんですけど、客室乗務員になったきっかけは、僕が高校生の時にやばい高校生の時に飛行機に初めて修学旅行の時に乗ったんですね。その時に その飛行機に乗るまでは女の人しかこう客室乗務員にならないだろうなってイメージが漠然とあったんですけど、その機内では男性の方が働いていて、その時にすごいその客室乗務員のイメージがすごく覆されて、いい意味ですごいかっこいいなと思って、そういった人になりたいなと思って、僕もその高校生の時から、客室乗務員って仕事を、心の隅でこうずっとなりたいなって思ってました。2つ目、どこにステイできるか。ステイできるところは結構少ないかな、あんまりないんですけど、日本便とか韓国便とか、あとインドも路線があるんですけど、結構もう6時間7時間乗ってる長い路線なので、そういった路線をに乗るとステイありますね。で、1日ぐらい、だいたい24時間ぐらい現地にステイできるので、買い物に行ったり友達と遊んだりとかもできます。3つ目、男性として客室乗務員としてこう働いて大変なことは、毎回毎回そのフライトごとにチームが変わるんですけど、自分以外女性だけとかのフライトになってくると、やっぱりお客さんの荷物をこう手伝ってあげないと、スムーズに運行ができないので、そういう時は積極的にこう手伝うようにしてま してまして、それぐらいですかね。あとはもう別にみんな仲良く平等に楽しく働いてます。あとあれ、長時間、1日もう10時間以上働くって日もあるので、その時はひげがめっちゃ伸びてくるんですよ。あれなんで、コロナでフライトがないので今めっちゃひげが伸びてるんですよ。これをなんかフライトのその合間合間でトイレとかに行って剃んなきゃいけないのがめっちゃ大変です。はい、次、ベトナム生活の大変なところ。ベトナムの暮らしは、ベトナム語の語学の問題かな。ベトナムの人は結構英語を話せる人は他の東南アジアの国と比べて少ないと思うので、ベトナム語ができた方が完全に有利で、僕はこの仕事を始めるまでベトナムに行ったことがなかったので、すごいそれで苦労しました。僕も未だにベトナム語はちょっと話すのが難しいんですけど、買い物するときとかにベトナム語で言われてもちょっと何もわかんないので、それがすごい大変ですね。あとはあるあるで、時間通りに物事が動かなかったりとか、いきなり大事なことを言われたりとかするので、そこはちょっとこう慣れていかないといけないなっていう感じです。
はい。で、訓練はどんな感じだったか。訓練は、地上の訓練がだいたい2ヶ月間、8週間ぐらいかな、あって、その後にタイで、実技の緊急着陸の時の訓練があって、1日かな、まで2日ぐらいあったんですけど、で、その後に実際に飛行機での OJP があります。で、最初の地上訓練は、サービス関連と、あともうグルーミングとか、あとはセーフティー、セキュリティ系の授業とか、あとは護身術とかも1日だけだったんだけどやって、あと何やったかな。コミュニケーションスキルとかもやったかな。人間関係のこの、何、人との関わり方とか、そういうのもやったりとかしました。で、一番その、8週間の中で割合が多かったのがセーフティ科目が2週間ぐらいあって、まあ、機内の、まあ、設備の使い方とか緊急着陸の時の対応とか、そういう安全面の授業がすごくみっしりとあって、まあお客さんの命をこう預かってるからにはそれが一番大事なんだなってすごい学びました。あ、すいません、忘れたんですけど、ファーストエイド、救急救命、お客さんが機内で具合悪くなったりとか病気しちゃったりとか倒れちゃったりとか、そういった時にどういう処置をするかっていう科目もやりました。で、その後にタイで、あ、その前かな、その前に、最終試験が、座学の最終試験があって、それをパスできた人はタイに行きます。で、そこでは、まあ、緊急着陸の、まあ、シナリオが与えられて、それにスムーズに動ければ合格って感じで、で、そこから、機内でのいよいよ OJT が始まって、まあ、何個か飛行機、まあ、何本か飛んで、まあ、実際に自分も、一人前のクルーとして働いてみて、最終試験が最後にあるんですけど、まあトレーナーさんから合格が出れば一人前って感じになります。選考は1日で終わるインタビューだったんですけど、まあ東京であって、メインで3つ分かれてるかな。1つ目が身長体重測って、で基準に満たした人が、キャットウォーク、面接官の前で歩いたりニコってしながら歩いて、でそれ通った人は二次審査、これはタレントショーっていうやつで2分間ぐらい時間が与えられて好きなことしていいんですよ。中にはバルーンアートをしてる人とか、あのベトナム語で数字数えながら腕立て伏せしたりとか、すごい面白い人たちばっかりでした。そういった人がやっぱ受かってました。何で指すとかは分かんないんですけど、でそれが終わったら最後いよいよ最終面接って感じで、まあ、機内アナウンスを日本語と英語で読まされたりとか、あとは面接官から数問質問があります。まあ普通にこう、なんでこの仕事、なんであのこの会社に入りたいのかとかですね。機内で何を食べてるかは機内食は食べれないので自分のものを持ってきてます。僕はお味噌汁がすごい好きなのでインスタントのお味噌汁を買って、休憩の時に飲んでます。あとコーヒーとかね飲んでます。あとすごいベトナム人のクルーがすごく優しいので、あの何も食べてないと早くちゃんと食べなさいって言って、あのベトナムのお菓子とかをくれたりとか、もうすごい優しいです。なので何も持ってかなくて もうご飯なんか足りちゃうぐらいはい。で今の状況、まあ、このコロナの、まあ、今ひどい時期ですけど、今の状況はどういう感じかっていうと、まあどこの航空会社も同じような感じだと思うんですけど、まあ国内線も1日ほんと数本とかの状況で、国際線はもちろん飛んでないので、
まあ自宅待機っていうか、まあ、次のフライトが入るまでずっと待ってるって感じですね。なので、まあ、ほぼニートみたいな感じなんですけど、でも会社側もね、しっかり社員のことを守ろうとこう頑張って奮闘してくれてるので本当にありがたいです。日本に帰ったら何をしますか？日本に帰ったら、まあ、さっきもの質問でもあったんですけど、まあ、1日だいたい24時間ぐらい入れるので、まあ友達と遊んだりとか、まあ、クルーとすっごい仲良くなったらもうみんなでご飯食べに行こうとか、まあ、一緒に行ったりとかしてます。あとはあの深夜、日本からベトナムに帰る便が深夜だったりとかするので、その時はもう本当に早めに帰ってちゃんと仮眠をしてっていう時間も取るようにしてます。国内線は乗りますかっていうので、国内線はもうバリバリ乗ります。やっぱり国際線ももちろんいいんですけど、国内線は本当にいろんなところに飛んでるので、まあその分あの1ヶ月に本当に何回も国内線に飛ぶ機会が多くって、でお客さんももちろんベトナム人なんですけど、まあ初めて乗られるお客さんとかもやっぱり多いので、ベトナムはなので一人一人こうなんだろうな、僕はベトナム語がまだちょっとあんまりよくできないので、ジェスチャーとかを使ってお客さんはこう何してほしいのかなとか、あのこっちから意思疎通取るようにしたりとか、お客さんの表情とか反応とかを見て、まあどういうことを求めてるのかなっていうのをもう推測しながらやってる状況です。あと機内で使う、まあ、簡単な用語とかはベトナム語で覚えるようにはしてます。日本、もちろん日本人、僕みたいに日本人のクルーもいれば韓国人のクルー、あと東南アジアから本当にいろんな国からのクルーがいるので、あの、まあ、結構ベトナム人はメインなので、やっぱり客室乗務員はベトナム人となる機会が多いんですけど、まあたまに韓国人の子とかフィリピンの子とか、あとは奇跡的に日本人の人先輩と思ったりとかすることもありますね。見る限りあの飛行機乗る前にブリーフィングをするんですけど、そこの部屋でこう見る限り結構男性多くて、あの1回か2回全員男性のフライトとかに乗ったこともあるので、結構男性の割合多いと思います。日本もう日系の航空会社とかは本当に女性ばっかりだと思うんですけども、その比にならないですね。本当にかなり多いと思います。なので男性もすごくチャンスのある会社だなと思いました。だからこそ、まあ、この会社を受けようかなと思ったんですけど、うん、でも想像以上にすごい楽しくって、やっぱこの仕事について本当幸せだなってこう思ってるんですけど、一番想像と違った、唯一想像と違ったって思うのはなんだろうな、訓練が予想、まあもちろん大変だとは思ったんですけど、それをもうはるかに上回るぐらい大変で、もう毎日家帰ってからもう勉強しないといけないし、僕はちょっと飲み込みが遅いので、もう常に勉強しないと、もうついまああの専門用語、英語の専門用語とかもすっごい多いので、あのちゃんと毎日勉強しないとやばいなっていう状況でした。はい、住居はどんな感じですか？住居は会社側がホテルをこう用意してくださるので、あのホテルに基本滞在できるんですけど、まあ自分であのお家を借りてる方もいらっしゃって、ホテルは基本結構会社のオフィス、どのベースでも会社のオフィスから割と近いので、本当いいところに取ってくれてるなと思います。はい、めっちゃ初めての投稿なのでちょっとグダグダになっちゃったんですけどまあ参考になったなと思ってくれたら嬉しいです。あのこの業界はコロナの影響でやっぱ採用とかもこれから厳しくなってくるのかなと思うし、まあ、今いる
従業員もね、すごい大変、どの会社でも大変な状況だと思うんですけど、まあいつか一緒に働ける人のためにこの情報が参考になってたらいいなと思います。何か質問とかがあったらいつでも聞いてください。ちょっと時間がかかったので残りの15問はまた次の動画を上げようと思います。ありがとうございます。